演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、本日はこちら、くしや物語さんに来ております。ただいまよりこちらのランチブッフェに行ってみたいと思います。自分で揚げ物なんて初めてなので楽しみです。では早速揚げていきたいと思います。こういう風にやるんですね。シャキシャキで美味しかったです。ソースもいいかな。ああ。まずはこちらズッキーニからいただきます。衣もサクサク、中もジューシーでとても美味しいです。揚げたくていいですね。次行きましょう。火が上がるまでよ。ちょっとコーンスープで今お風呂出します。お肉、お魚で行ってみたいと思います。まあ、お魚というかエビとかですね。肉もお魚もサクサクした衣とともに素材の旨味が口の中でふわっと広がってとっても幸せですね。まあ暑いのでいちいち飲み物飲まなきゃ食べられないというのが難点ですけど、でも揚げたってやっぱりいいですね。次を入れています。それが出来上がるまで焼きとかね、もう戻したいと思います。あっさりとしたソースの味でしっかりと口の中にそばの弾力が伝わってとても幸せです。シンプルで、あくまで串焼きなのでシンプルに勝負となるしか焼きそばでは。ではそろそろいいかな。今度は炭水化物いただきます。お芋類は他の天ぷらとかもあるようにシンプルです。素材の文字は生きていますが、あとは個性的でしたね。中にチーズが入っていたり、とろりとタコが出てきたり、あんこが入っていたり、サクッとした懐かしい味わいだったり、ああいうのもいいですね。これ今自分が確認した串のメニューは全部かな。それではここからは主食とデザートいただきます。カレーはまあシンプルに美味しいカレーでしたね。でお茶漬けはさっぱりとした後味で、揚げ物と一緒に食べるのにぴったりそうです。2時間の後、全商品2周目一斉、今度は衣をつけない素揚げなんかもやってみました。ケーキはふんわり、フルーツは果肉の甘酸っぱさがしっかり広がって、フォンデュはチョコ
コレートはドーナツ、マシュマロ、プチシューの3つにそれぞれ絡んでとっても美味しかったですし、最後のソフトクリームもさっぱりした味わいで揚げ物の後に食べるのにぴったりでしたね。というわけでいろいろ楽しんでみました。この店舗だったらこれで全部かな。やっぱり揚げ物っていいですね。こんな風に目の前に揚げるのって初めてだったんですけど、ね、できてよかったです。まあ、見た目はちょっと不細工なものもありましたけど、でも堪能させていただきました。また来てみたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。